フェネルバフチェは、フェネルバフチェ SK が運営するトルコのイスタンブールを、本拠地とする女子バレーボールチーム。愛称は、イエローエンゼルス、イエローエンジェルス。スポンサーは、ユニバーサル病院グループである。本拠地は、収容人員7000人の TVF、バランフェリック、スポーツホール。2011年12月までに収容人員12,500人の、 フェネルバフチェウルカーシティに移転予定である。1928年、フェネルバフチェ男子バレーボールチームに所属していた、女性プレイヤーサビハファット・グレーマンが、フェネルバフチェ SK 女子バレーボール部として創部。1977年、経営が行き詰まり一旦廃部となった。1989年活動を再開し、1993年、イスタンブールリーグからトルコリーグ2部へ、 昇格、さらに1994年には一部リーグへ昇格した。1995から96シーズンには再び二部降格となったが、2002から03シーズンに再昇格し、2006から07シーズンには一部リーグ準優勝の好成績を収めた。2007年、アジュバーデムヘルスケアグループとスポンサー契約を結び、チーム名をフェネルバフチアジュバデムに解消した。 2008から09シーズンの決勝でエジザジバシュ SK を破りトルコリーグで初優勝を果たした。2011年にユニバーサル病院グループと3年間のスポンサー契約を締結しチーム名をフェネルバフチェユニバーサルに解消した。2012年版ありがとうございます。